バシーリー一世は、モスクワ大公。ドミトリー・ドンスコイと、コーヒー・エフドキアの長男。息子には、バシーリー二世がいる。弟には、後に一時的に、モスクワ大公位につく、ガーリチ公ーリー、そしてモジャイスク公、アンドレイ、ドミトルフ公、ピートル、コンスタンチンがいる。1390年に、リトアニア大公国のビータタスの娘。 ソフィアをめとる1392年に、ニジニノブゴロド公国を併合する。同時代資料によれば、もはや、モスクワの勢力拡大に対抗できないことを悟った、ニジニノブゴロドの貴族たちが、自分の公を説得したという。同時に、タルサ、ムーロム、ゴロジェッツがモスクワに併合される。他方、北東、ルーシの若干の諸公は、 大公の勤務人になり、軍司令官や大官を引き受け始めた。1396年には、ビータウタスと会談し、対モンゴルに関し、共同補調を取ることで合意する。死に際して、モスクワ大公位を、息子のバシーリー2世に譲ったが、このことが、バシーリー2世と彼の叔父、ガーリチコウユーリーとその息子たちとの大公位をめぐる、内戦を招くこととなった。 ありがとうございます。